皆さんこんにちは、 IT ジャーナリストあやのです。今回は台湾の HTC 本社で行われている新製品の発表会にやってきました。早速海外の携帯電話事情に詳しい山根博士にお越しいただきましょう。はい、皆さんこんにちは。香港在住の携帯電話研究家山根です。 HTC の久々のフラッグシップモデル U11 が発表されるということで非常に楽しみです。どんな製品でしょうか、見てみましょう。 Thank you all for coming。HTC の新製品 U11、 早速触ってみたいと思います。 HTC がですね、満を持して投入するフラッグシップということで、まずデザインが非常に美しい。水が流れるのをイメージしたようなリキッドサーフェイスというデザインになっていますね。で、光の当たり加減によって色合いが微妙に異なるんですよね。これシルバーなんですがブルーが入っているので、見方によってはシルバーっぽい、見方によってはブルーっぽい、他にレッドとかブラックもあるんですが、全ての色が微妙な光加減、もう毎日持っていて飽きないようなそんな感じになっています。そしてね、今回の最大の特徴はエッジセンスという新しい UI、 端末の側面にセンサーを入れて握るだけで操作ができる。ちょっとやってみましょうかね、はい。まあ、普通はボタンを押したりしますよね。この状態で画面の横を握るとですね、ちょっとなんか出てきますね。あ、カメラが起動。今度は長く押してみましょう。長く押してみます。そう、インスタが起動しましたね、はい。というように長押しと可動押しでアプリケーションとか機能をカスタマイズすることができます。例えばカメラ起動、この状態で長く押してますとカメラ切り替わる。で、この状態を押すとシャッターが出る。というように画面タッチしなくても一連の操作ができる。まあ、一番使いやすいのは、まあ、スキー行ったりとか冬の寒い時に手袋をしてても画面を握るだけでいろんな操作ができる。これアプリケーションは全部カスタマイズできるので、まあ、カレンダーとか地図とかよく使うアプリを入れることもできます。女性の私が握ってみたいと思うんですが、グッと感度の強弱を設定することができるので、握力が弱い女性でも、まあ、ちょっとこうキュッと握るだけで写真が撮れると。今回ね、3.5mm のオーディオジャックが配置されたんですけども、 USB Type-C になったことで高音質なヘッドホンをつけることができました。さらにノイズキャンセリング機能を持っているので、よりね、飛行機の中でもいいサウンドを体験することができるんです。博士、発表会いかがでしたか？いや、びっくりしましたね。端末の側面でコントロールしてしまうエッジセンス、あとね、デザインが非常に美しい、今までの HTC にないイメージと機能で、これはかなり世界中でヒットするんじゃないですかね。日本への投入も期待したいところです。以上、 IT ジャーナリストあやのが台湾の HTC 本社からお届けしました。 SNS のフォローと YouTube のチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。